こんにちは、道名康平です。今日の動画はですね、先日僕誕生日会をスタッフにしてもらったんですけど、その時に、本店の代表の高木さん、中村さん2人からのプレゼント、いただいたものを紹介しようと思います。で、2人からのプレゼントはルイ・ヴィトンのこれをいただきました。まず入ってるものを紹介します。まず本体、僕もらったのがこの黒と赤のやつですね。で、それのケースが、レザーのケースがあって、ステッカーが入ってるのと、耳のところのなんか替え、シリコンのやつがサイズ違いでいっぱい入ってますのと、 USB のコード、充電のやつかな、ロゴ入ってます、ルイ・ヴィトンって。性能わからないので、ちょっとオフィシャルサイトのものを読みますね。ルイ・ヴィトンは最先端の技術を搭載したユニークなワイヤレスイヤホンのコレクションでオーディオマーケットに参入しました。いつでもどこでも気軽に持ち運べる新作、ルイ・ヴィトンホライゾンレッドモノグラムイヤホンは、ルイ・ヴィトンのタイムレスでラグジュアリーな価値観、旅のエスプリ、卓越したクリエイティビティを体現しています。だそうです。値段が129,600円、全然気軽に持ち運べないんですけど、高いですね。中村さん、高井さん、ありがとうございます。で、デザインはレッドのポリッシュ仕上げを施したアセテートのボディ、レッドのモノグラム、フラワーとゴールドカラーの LV ロゴ、金のロゴのところと花のモチーフのやつで、充電ケース15分でバッテリーの 50%、 40分でバッテリーの 100%、イヤホン40分でバッテリーの 50%、 90分でバッテリーの 100% 充電できるみたいです。で、イヤホン連続再生時間は 3.5 時間、長いのか短いのかも分かりません。充電ケースは最大2回までイヤホンのチャージが可能で、合計 10.5 時間の再生時間ですと。これの機能が、耐水性は防滴 IPX4、 びちょびちょはダメだけど、ちょっと濡れるのは大丈夫なのかな。音声、音量調節、通話応答と一時停止を可能にする各イヤホン、マイク、近接センサーに配置されたコントロールボタンで電話対応と Google アシスタントへの素早いアクセス、マイクの種類が全方向の通話対応を可能にする MEMS テクノロジーで、 Bluetooth 最大 20m まで接続可能っていう感じですね。すごそう。で、これ一回使ってみたんですけど、つけるとこういう感じです。全然聞こえなくなっちゃう。めっちゃ無音になります、周りが。つけると、そう、中村さんも高井さんも三品が音楽弾いてるとこなんて見たことないって言ってたんですけど、これを買ってくれました。ただ僕、イヤホン欲しくて、結構音楽はそんなに聞かないんですけど、動画の編集するときに結構サロン内でやってることもあるので、その今デスクトップのパソコンにケーブルのイヤホン使ってるんですけど、そのイヤホンのコードが短くて、つけてこうやって近づかないとできないみたいな状況だったんで、買おうかなと思ってたんで、ナイスタイミングです。本当に知らないうちになくしたりとか、さすがに大きさ的にないなとは思うんですけど、落としちゃったら嫌だなと思うんで、一つで使う勇気がなかなか出ない金額なんですけど、今回の誕生日プレゼント、ルイ・ヴィトンのイヤホンでした。すいません、僕家電とか全く詳しくないので、ちゃんとしたレビューではないんですけど、紹介動画になっちゃったんですけど、もし気になる方がいればネットで調べてみてください。僕がここで言ってることよりも分かりやすく説明してあると思うので、気になる方はぜひ調べてみてください。最後まで見ていただいてありがとうございました。この動画が良かったなと思った方はグッドボタン、チャンネル登録をお願いします。インスタグラム、ツイッターもやってますので、そちらのフォローもぜひお願いします。